はい、こんにちは、アルブルモ教室の辻です。辻と小川です。はい、今日はですね、今日からちょっと新しい連載を始めようと思ってずっとやりたかったんですけど、この後ろに見えるコンテナですね、これ僕らの住む平林っていう材木屋さんの町が、すぐ南港って言って、港ですね。でコンテナをたくさんこうが届くような場所にあるんですけど、そこからもらい受けたものになるんですけど、でそれをちょっとコンテナハウスにしようと思う計画をですね、ずっとやりたかったんですけど、そういうのをちょっと動画を交えながら、本当にできるかどうかわからないんですけど、そういう形で撮影ちょっとしていきます。じゃあ今日はまずちょっとクリーニングですね、この届いたコンテナをまずはちょっと掃除して、周りのいらないものを取って、どういう風に作っていくかっていうのをちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。入っていってもらおうかな。はい、はい、外でこうロックがかかっている形になります。で、これが中です。はい、こんな形で、前ここでここを事務所にしてた人が譲ってくれたので、エアコンから電気などが完備してます。冷蔵庫もありますね。で、この状態、後で空にするんですけど、まずこれをちょっとどういう風に作っていくかっていうのを算段しようと思います。運送用のコンテナなので、こういう形でここも開く形になってるんですけど、今ここにロック、南京錠ですねがかかっていて、ちょっとこれを外さないとダメかなということで、やっていこうという形です。1860、はい、はいはい、1860、高さ2100、はいはいはい、4460。大枠の力でも開かないOK、 じゃあこっち側から、そうだね、多分ね、はいはい、じゃあ今その南京錠、そうだね、何で取る、グラインダーですか。はい、グラインダー使ったことある？ちょろっとならありますけど。ちょろっとなら怖いねじゃあ怪我をしないように、はい、いきますよ。はい、切れた？あっという間やな。素晴らしい。開くかな？あー、いった。オープンザドア。あー、嬉しいね。こんなに明るかったんや。はい、外が開いて中に入れるようになりました。どうせならこっちの窓もオープンしようかな。いいね。輸入コンテナじゃないアルミコンテナといって、日本国内でそのいろいろ物を運ぶものらしいです。だから建築としては、耐久度が弱いというような形で、一般的には、居住空間には向かないということなんですけれども、僕らはちょっと小屋として使うので、もうこのまま改良していこうかなと思います。ちょっと今日、曇り空なんですけど、こう上を触ってみると結構あれですね、少し暑くなっているような感じです。エアコンですね、電気がついていて、ここに窓があります。これは内側から開閉できる形です。で、この扉なんですけれども、中からは閉められない構造になっていて、
そこでロックをかかるというような形、かけるというような形になっています。はい。で、まあ、まず、この空間をいろいろ木とか貼って、木質化していきたいんですけど、まず、この後半ですね。これが外せるのかどうか、外してみて、それで、その窓をどういうふうに、つけようかというような算段をしていきたいと思います。こう、ついている、この止めてあるものが、まあ、一般的に僕らが木を使うようなビスとは違って、リベットというもので止まってます。で、これをちょっとどうやって開けるかという、外すかという形になるんですけど、その外し方っていうのをちょっと、調べてみたんで、少しやってみたいと思います。で、これがこう中まで通っていて、かしめてある形になります。で、この頭の部分を落としてやったら単純にいいんですけど、単純にちょっとこの真ん中の部分を狙って穴を開けてやったらポロッと取れるかなということで、一回それでちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあそれではリベットを鉄鋼用ドリル、はい、これでちょっと崩していきたいと思います。本当にできるかちょっとわからないですけど、やってみましょうか。はい。このまま穴を開けるんですよね。はい。イエーイ。へえ、なるほど。で、そしたら多分ポロって全部外れるんだと思う。楽しい。電気はもう電気つながってないから外しちゃおうか。開けないから外れるのか。そうだね。オッケー。なんかバールみたいなバリッてやったら取れるの。やってみようか。バールで。はい。先生、この木何かに使うの？これ使わへんの。あのね、先生がね、言えへんから私も賞味期限切れになりそうなんで、カップ麺食べてくれる？なるほど。言えへんから、はい、賞味期限切れちゃうから食べて、はい、わかります。持ってきとくわね。はい、ありがとうございます。映してあかんよ、はい、断りなしに人の、なんていうの、映像権があるんだからね。映像権映像権があるんだよ。はい、道具を見せてください。こんなもん使えるかなって。ああ、いい。はい、はい、バールとスクレーパー。あ、抜けました。抜けた。ああ、何でついてるんだろう。なんか接着剤みたいな感じ。いや、こう見てもらったら。ああ、そっかそっかそっか、リベットがまだ中に食い込んでるからちょっと単純に、はいはい、使ってたっていう。はい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 。さあ、いよいよオープン。外れました。こんな感じでここに支柱があって、そこにリベットで止まってたっていうことですね。さあ、じゃあこの構造でどういうふうに出入り口窓をつけようかという算段になります。爽やか。はい、ということで、今日やったこと、まず一つ、この、南京錠を外して後ろが開閉するようにしました。それとあともう一つは、この中のベニヤですね。ちょっと、都合上取るのがちょっと手間なところは後回しにしてます。こういう形でベニヤを取って、で、アルミの状態になりました。で、この後はどうしていくかっていう算段を、ちょっと次までにしておきたいと思います。はい、今日も、今日も
ご覧いただきましてありがとうございました。